皆さんこんにちは、通訳案内士の横山です。今回は神奈川県、鎌倉市の長谷寺にやってまいりました。パチ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 ということでですね、鎌倉のね長谷寺にやってまいりました。以前ですね、私は奈良のね、長谷寺をね、散策しましたけども、今回はね鎌倉の長谷寺ですからね、気をつけてくださいね。まああのね、奈良の長谷寺とね、ここの、鎌倉の長谷寺はね関係があるんですね。つまりですね、仏像をね2つ2体作ってですね、1体を奈良の大和の長谷寺に安置し、もう1体をね海にね、投げ入れて、その、もう1体の仏像がですねここに流れ着いたんですね。でそれをね、安置しているのがですね、この鎌倉の長谷寺になります。十一面観音像をですね、収めてるわけですね。でこのね長谷寺っていうのはね花の寺とも言われましてね、まあ、奈良の方もね花の寺って言われてますけどね、花が美しいんですね。まあそういったのが好きな方にはねもってこいの場所ですね。尺投げキープレフトですね。ここはね万事池、ここにお地蔵さんがねいっぱいいるんですね。戦隊地蔵とはと、大体ねお地蔵さんっていうのはねあの赤いよだれかけつけてるんですけどね、ここのはねつけてないですね。昔なんかつけてたような気がしたんですけどね、取っちゃったのかもしれないですね。インセンスバーナーでねここに線香を立てるわけですね。ろうそくをね、お供えするのもありですし、生け花ですね、その生きた聖火をね、お供えするのもねありですね。地蔵堂、まあ、本当にたくさんのねお地蔵さんがね並んでますね。まあ一つ一つね顔が違うんでね可愛らしいですねこれね。線香のねいい匂いがしますね。キープレフト、ちなみにですねこの長谷寺は、鎌倉駅からですね江ノ電で乗りまして3つ目の駅のね長谷駅って駅がありまして、そこから歩いて10分ぐらいですかね、まっすぐですね。で鎌倉大仏のね近くですからね、大体ねここ参拝される方はね鎌倉大仏もね参拝される場合が多いですね。カキ殻稲荷ってね、いわゆる貝殻ですよね。貝殻をね絵馬の代わりにしてね願い事を書いてるわけですね。こっから先はねお墓ですね。永代遊園の墓、共同墓地ですね。永代供養のね、お墓ですね。ここにね鐘がありますね。厄除け阿弥陀如来って書いてありますね。
で、これがね、観音堂ですね。ここにですね、観音様がね、十一面観音がね、でっかいのがね、あるんですけども。中はね、撮影禁止ですね。まあ、でっかいね、観音様がありますね。まあ、ぜひね、来てね、実物を見てください。これがね、観音ミュージアムですね。あ、これね、いい音してますね、これね。風鈴ですね、でっかいね。で、これがまあ今みたいなもんですね。三下、祈願三下。で、なんといってもね、長谷寺のね、スポットのね、人気スポットの一つはここですね。眺望散策路ですね。相模湾がね、すごくね、綺麗に見えますね。これがね、鎌倉の街並みですね。向こうに行けばね、鎌倉駅の方ですね。トンビに注意。見晴らし台ね、本当にね、おすすめですね。向こうにね、逗子マリーナが見えますね。まあ、逗子っていうとね、マリンスポーツが盛んなところで、まあ、鎌倉も盛んですけどね、よくね、夏になるとね、ウィンドサーフィンのね、してる人がね、見えますね。ヨットとかもね、見えますね。これがね、仏祖石ですね。つまり仏さんのね、足ですね。臨場ですね。これをね、人の手で、ね、回すことができるわけですね。まあ、この中にね、たくさんのお経がね、収められてて、まあ、回すことによってね、ご利益があるってことですね。マニ車をね、回転させるとね、その分だけね、経典を唱えると同じ功徳があると。ここにね、ちょっとしたね、喫茶店がありますね。まあ、相模屋をね、見渡すことができると。ね、散策路なんですけど、こっちは出口ですね。
ああ、鯉が美しいですね、これね。清浄地、消防山桜はね、こっちですね。結構ね、分かりにくいところにあるんでね、気をつけてくださいね。結構ね、ここをね、消防山桜をね、通らないで帰っちゃう人多いんですけどね。今ビューがすごく綺麗なんですね。ここに仏様がいますね。すごくビューがいいですよね。西日に照らされた鎌倉の街並みですね。この辺はね、アジサイで有名なんですね。まあ、もちろんね、アジサイはね、まだですけどね、こんな感じですね、アジサイね。全部これアジサイですね。英語でね、ハイドレンジアって言いますね。ここにもね、お地蔵さんがいっぱいいますね。水子塚ですね。水子の霊ですね。水子さんをね、お祭りしてるところですね。慰霊してるところですね。で、これがね、エグジットになりますね。拳の木ですね、これね。でっかいね、石灯籠がありますね。昭和33年だ、比較的新しいですね。
11面観音菩薩本尊って書いてありますね。まあ奈良のね、長谷寺に比べるとやっぱりちょっとね規模は小さいですね。まあ、奈良のね、あの長谷寺は、まあ、ここよりもまあ田舎っていうかね、まあ、結構山の中にあったりするんでね、それもあるんでしょうね。さっきのね、あのお地蔵さんのとこ戻ってきましたね。本当にね、これは花が好きな人にね、本当にぴったりですね。まあ紫陽花がね咲くとね、また紫陽花も紫陽花でねすごく綺麗なんですけどね。ステッピングストーンになってますね。弁財天、じゃあねちょっとねこの中入っていきたいと思います。弁天窟ですね。まあちょっとした洞穴みたいになってますね。ケーブですね。あそこに不動明がいますね。鳥居があって弁天窟、ここにね弁財天がいますね。柔和な顔をしてますね。拝んでおきましょうね。どうしよう。頭上注意ね。これ注意しないといけませんね。これ1メートルもないといけないですね。これではね、弁財天、奉納弁財天ね、名前と願い事を書きます。フォーデリケーション。まあ、こうやってね、奉納することもできるんですね。ここにね、絵馬がいっぱいありますね。弁天様のね、やっぱ柄ですね、これね、長谷寺のね、紫色の弁天。ここにね、今売ってますね。
お札もありますね。あ、これボタンですね。ピオニーですね。すごく綺麗ですね、これね。あのボタンっていうのはね、年に2回ね、咲くんですね、これね。年に2回咲くというか、その、冬ボタンってありますよね。これはね、春のボタンですね。4月から5月のね。ピオニーって言いますね。なんかね、よくね、傘ね、こういう和傘と一緒にね、こうデコレーションされる場合多いですね。今夜ね、七福神のね、大黒様がいらっしゃいますね。ああ、このね、お地蔵さんが可愛らしいですね。和み地蔵ね、有名なお地蔵さんですね。工場行く。ああ、鯉がいっぱいいますね。はい、ということでですね、今回は、神奈川県、鎌倉市のね、長谷寺を訪れました。まあ、観光、あの鎌倉をね、代表する観光スポットの一つで、まあ、非常にね、花も美しいですし、あのビューね、鎌倉のね、市街を一望できる、展望台もね、非常に美しいのでね、ぜひね、長谷寺も鎌倉に来られましたらね、散策していただければというふうにね、思いますね。